2時半。石垣島の時は着いた時に雨だったからね。今日は晴れてるよ。皆様、長らくのバイトお疲れ様でございました。東京ただいま奄美空港に着陸いたしました。皆様、本日は安全運航へのご理解ご協力誠にありがとうございました。いきなり森じゃん。お急ぎのところ大変恐れ入れますが、飛行機が完全に停止し、シートベルト着用の際が消えるまでシートベルトはそのままお締めください。後ほど上の棚をお開けになる際には、手荷物が滑り出ることがございますので十分ご注意ください。ただいまから全ての電子機器をご利用いただけます。座席の上の天井は低くなっておりますので、後ほどお席をお立ちになる際にはお気をつけください。また飛行機をお降りになる際、お忘れ物をなさいませんよう、お使いになりましたシートポケットや前の座席下奥、うわ、南国や。さあ、レンタカーに乗り込みました。あ、レンタカーじゃなくてレンタカー送迎バスに乗り込みました。もう真夏です。今日は6月30日最後の日、6月の明日から7月。うわー、南国。涼しい。今日は2023年6月30日言いましたね。はい、奄美大島に先ほど到着しまして、レンタカーを借りて、はい、さあ今日から2泊3日の奄美大島の旅、
発です、はい、福岡空港からのフライト便でトラブルが起きて約2時間遅れになりました。整備不良のため1回飛行機に乗ったんですけど、搭乗したんですけど降ろされて整備場に持って行かれて、はい、ブレーキの故障か何かで、部品を交換したと言ってました。さあまずは上野さんがいつも悪いことばっかりするから謝る岬に行きます。はい、謝る岬で謝らせます。はい、どうせ面白くないっていうコメントが来るのは分かってますけど、はい、さあサトウキビ畑じゃないね。サトウキビやね。サトウキビですね。はい、ということでよろしくお願いします。風が強いところはね、DJI の方がいいよ。WX500 は感度が高いから、すごい暴風。そこの芝生いいね。今日平日やん。うわ、すごい青い向こうの海。沖縄より青いよ。いいじゃん。うわぁ、南国。うん。あ、これだ、看板。ほら。ガイドブックによく載ってる看板。行っちゃうよ、ここ。お、本当だ。広いやん。本当だ。灯台があるね。そんな遠くないよ。え、海が綺麗じゃん。水が透明よ。今日は晴れてるからね。でも下に降りる気がしないね。あ、車できるよ。はい、今日は奄美大島の最北端の笠利崎灯台に来ました。斜面にソテツが群生しております。
そして神野さんがこの灯台まで8分という階段を登るのをためらってます。60メートルですって。60メートルを登ることになります。60メートルじゃあ十何階かのオフィスビルじゃ。音は入ってるよ。熱っ。これ危険じゃないですか、ちょっとこの来る鎖。鎖危険よ。自分がふらついて落ちたらどうするとですな。真っ逆さまよ。ほら見て、もうこれだけ上がっただけで景色が違うじゃん。ここでよかだな、彼とな。またそういうことを言う。ここまで来てまだ10分の1。ほら、ぐるーってなってるよ。これは日焼けしてたよ、水が流れてる。うん。完全な山や。綺麗じゃないですか。綺麗よ、ほら。すごい。本当の。この山で水が流れてる。なんか登山に来たみたい。へぇー。お、滝がある。おお、ヘビじゃない、木か、ヘビかと思った。なんか泳ぎたくなるね。泳げないけどですな、自分は。ソテスの群生地。もう3日目になったらクタクタで登れなくなりますよ。手すりが熱い。そんなこともない、はい、うわ、やめときゃよかった。これは死にますな。あれ、もうあの辺じゃないんですな。そんなことないか。でも結構登りましたよね。もう半分くらいまで行きましたか。あそこ無理。うわ、戻ろうか。相当あるよ、まだ。え、そこじゃないですか。終わり。来たー。最東端じゃん。最北端じゃないじゃん。最北端なんだな。ほら、こっちが。出とらん。もういや、おかしい。90メートルの小杉崎の3分の2ならもっとあると思ったんですけど、この程度ですな。もう無理。スタートっすか。うわ、これは見えない。怖いよ、そこ。垂直よ。ほら、ソテツの群生地になってるやろ。
竜宮伝説の由来。うわ、海水が透明。先ほど登りました笠利崎灯台です。